菊池選手、よろしくお願いします。ありがとうございます。5日間挑戦、今日のね順位含めてなんですけど、どうですか感触。まあ、今日は一番自分の中で良かったんですけど、うん、まあ、あんまりいい状態ではないです。はい、まあ、5日間の中で一番気温も低かったんじゃないかと思うんですけどね、うん、それでもちょっと合わせにくいです。まあ、そうですね、あんまりいい感じではないですね、うん、はい、明日ね、これ優勝戦に乗って思い切ったことをやる。まあ、いや、あのペラ調整自体はもう今日やりたいこと全部やって、うん、やったんで、まあ、この辺で行こうかな、まあ、もうちょっとだけ微調整はしようと思ってますけどね、うん、はい、本体つもない。まあ、ここまで来てるんでね、ちょっと何とも言えないですね、分かんないです、まだ分かんない、はい、明日次第、うん、ちょっとまあ一回ゆっくり考えます考える、はい、うん、それも視野に入ってくる、入ってくる。まあ、今日も考えたんですけどね、うん、ちょっとなんかよく分かんないです、まだ、うん、明日ね、これこのメンバーで菊池選手3号手なんですけどね、イメージはどんなイメージある。まあ、優勝できるとしたらしっかりスタートいってまくり出しぐらいしかないでしょうね、うん、はい、そのまくり出しする足がちょっと足んないって感じもある。そうですね、うん、できる材料は揃ってるかって言われるとちょっと多くはないですね、うん、まあ、細い糸にはなると思います、うん、まあ、自分の記憶の中では3年前の、うん、ね、そうですね、うん、まあ、石野と一緒に1、2と出てきて2コーナー刺してやろうかなとは思ってますまた再現、面白いですね。ただそんな足じゃないですけどね、はい、でも明日ね、読んだ、まあ、まあ何があるか分かんないんで、うん、はい、明日の優勝戦の、ね、はい、意気込みを最後に一言、もう一言、まあ、最善を尽くします、頑張ります。